まこなこチャンネルです。今回は200年関東の戦いやっていこうかと思います。選ぶ武将は甲冑を選びます。これによって五個将すべてを三国志13でプレイしたことになります。そして設定は歴史イベントなしにしましょう。これがあるといつも通りの展開になりかねないので、それ以外はご覧の通りです。では早速いきましょう。我が覚悟を見よ。この時年齢53歳、果たして寿命までにクリアできるかどうかもねポイントとなりそうです。さて表情の結果、都市を攻めよ、慶応を取れということ、これは参加しなくてよいでしょう。改めてくれ。これは敬意を取れということですので出陣しましょう。妙案がございます。で、今回のプレイ、甲冑といえばやっぱり弓だと思いますので、甲冑に関しては弓という制限を設けて戦っていきます。我が命に変えましても、特にそれ以外の武将に関しては制限なくやってきます。ですので、まずは人材確保からいきましょうか。妙案がございます。もちろん良いぞ。ですので、このね、移動速度速い馬以外使ってね、なんとか頑張っていかなきゃいけないと。果たしてそのあたりがうまくいくのかどうか分かりませんが、この状況でプレイしていこうと思います。では慶応に到着して入ったのは良いものの、まだ面識がないので酒盛りをしないといけない。ここではない、街中から宴会。これは武将一人しかいないんで、もう金100で対応できるでしょう。のんびりと宴会の準備をしつつで、これはこれは初めまして。さて、お目当ての武将が来て、なんとか面識を持つことができました。では早速訪問、そして東洋を目指しましょう。申し上げまする。一発で来てくれよ。なんで考え込むんだよ。ここは聞いてもらわねばならぬ。厄介だな、ここまで来てダメというね。報告します。調査についての表情、軍備充実、わかりましか。ここ、いやはや、やっぱり東洋じゃないか。一旦これ外してからもう一回確認しましょう。できるとなってるんだけどな。ダメなのか。もう一回訪問。わざわざご苦労様ですな。ほんとわざわざご苦労だよ。こんな申し上げまする。こんな武将のために。ここは聞いてもらわねばならぬ。うわー、最初の20日すごい無駄にした。他にもできることがあっただろうに。多分武力系であればね、この後にじゃあ武力で勝負だみたいな話があるんだけど、それ以外は多分ならないと思うんだよね。じゃあもういいや、別の人に行ってもらうってことはできないのかな。できないのか。すぐ向かうぞ。じゃあ帰ってきて弓でもあげましょう。うん、なんとか敬意を取り終えました。今は大丈夫。じゃあ慶応の部隊を今度南の方進めましょう。で、これはこの武将はダメなのかな。今在野にいる。甲冑行けるが面識がない。誰か派遣されてるんでね、登用してくれるとは思うんだけど、まあもう訓練でいっかということで弓を鍛えましょう。報告します。次は勢力打倒、師匠を倒せという話。さて、じゃあ一気に行きたいけどな。扱えるのが調査の兵力だけですので、そこまでね簡単には行きそうにない。敵に寝返った者がおります。これ効果の観念が孫策に寝返りましたと。うわー、随分と舐めた真似を。さて、これ曹操は新宮を取ろうとしてるな。この辺りも厄介だけど、まずは自らは南の方行くしかない。光栄にございまする。
変わりありません。南行かなくてもね、良いんですよね。そして特権使えるようになった。これ異名に関しては、甲冑は老刀液装というね、異名、オリジナルの異名がありますので、まあ、これを目指したいんですが、これ厄介なのが同士の候補の人数30以上というね、これが果たして達成できるのかどうか。だからなんとかね、可能であるならばそれを目指したいと思います。では特権使って舞台出しましょう。もうこの辺りも全部取っていくような感じで、騎兵で全部行きましょう。こんなところか。もうね、最初これ動かせるのは全部動かして、それからどこ行こうかとか考えますんで、まずは面倒でも全部騎兵として出していきます。で、甲冑自らも弓を率いて戦います。こんなところかな。出せる人を出して、はあ、微力を尽くしましょうぞ。あとは周囲の制圧を向かわせます。新宮は明け渡すか。おお、そうは東側の防衛に向ける。で、甲冑は当然南側。進むのじゃ。こんな感じで良いんじゃなかろうか。この武将はこちら側行く必要ないな。じゃ、これ南向かわせたいけれども、向かわせられる場所がない。ならば東側の防衛拠点作りましょう。お任せください。サイボーグが上位への攻撃を開始、五強がエイアンへの攻撃を開始。さて、早く南来てくれよ。さて、建築完了。さらに石壁のところにかしこまりました。陣作れば敵の孫権の攻めはね、防げそうだ。上位を取り終えました。少し士気回復したら大丈夫か。これでかしこまりました。西側目指します。報告します。いやー、果たしてこれで大丈夫なのかどうか。北の方がやっぱり強いんでね。あー、でも炎章と曹操戦ってるな。これは狙い目かも。で、甲冑ここで士気回復したら南に向かいます。石壁も防災作れるので。さて、構想もなんか作り終えたぞ。これは毒とこれらの敵がやってきそうで怖いんだよな。分かったぜ。けれども一個一個作っていこう。そして調査からも武将を出して、ここら辺を制圧。これ還元か。このあとね、劉表の後に還元が調査を収めて、そこに甲冑とね、義援などがいるという展開になるんですが、まあ、実を言うとね、そのシナリオでプレイを甲冑やってたんですが、どうにもこうにもね、この弓のみという条件でやっていくと厳しかったので結局できずじまいでした。行くか。なので今回このシナリオを選んでます。かしこまりました。さて、甲冑に合流させて。お任せを。ではいよいよ目標の師匠のところ行きましょう。本来であれば師匠の方行かずにね、別のところ行った方が案外良いんじゃないかと思います。かしこまりました。だけれども、せっかくね、勢力の使命で出てしまったので、ならばということで。分かったぜ。甲冑が今南海に攻撃。さて、所詮敵は1体しかいないので、案外やっさり終わりそうだ。さーて、
戦の作法を教えてやるか。では行きましょう。初戦、まあね、かしこまりました。これ敵一体だけなので、これ兵数はねもっといたんですが、多分武将数が足らないということで一体しか出てきてないのでしょう。移動速度はやはり遅いな。では運転使ってちょっとと登って、先陣を立てて、いろいろと状況は動いてるけど、かしこまりました。出ずにこれ一気に終わらせちゃいましょう。何か良い戦法があるかどうか。これは火炎系、これは槍が強くなる。モノどもわしに続け。これで一気に倒せるんじゃないか。そして甲冑も弓でないと効果発揮しないのか、残念。わしの本気を見せてやろう。だから甲冑で弓使っていくのでね、まさか文兵までね同じく弓で行くわけにはいかない。さて、あっさりと抜けました。なんと、おしまい。何回取り終え。でも本来やればやっぱこっち側行くよりかは別のところを行った方が良かったかな。でも狙うところがないんだよね。やっぱりもう龍章を取ってから行くという感じになりそうだな。さて、孫作が序南を取った。すごいところを切り込んでいったな孫作は。運転に変えて、じゃあこのまま進んでいきましょう。行くか。でいくつかの拠点制圧し終わってるので、かしこまりました。ここら辺もちゃんと全部取っていく。こういう地味な作業もね時よりやらないと。自身の重臣に任命する、軍事重臣。いやー、これさえ来てくれれば自由に扱える。とはいえ武将数に限りがあるので、そこまでたやすいわけではない。さてどうだ。これはちょっと待ってくれよ、孫権軍すごいぞ。袁紹と曹操がやり合ってる間に、孫権じゃないな、孫策か。今の時代は孫策軍が一気に勢力伸ばしてる。じゃあ北からの攻めは防げそうなので、もう一気に龍章を倒してしまおうか。この制圧まだか。よしと、制圧して軍楽台作れば素早く士気が回復することでしょう。孫策強い。うん、もうこのあたりでこれはいっかな。細胞は解散しましょう。お任せください。もういつでも自分の自由なタイミングで何かができるので。あっと、これは建築ができてない。かしこまりました。さて、こうそうはここもけん、ここは建築さすがにできないか、海の上なので。では甲冑はもう多分士気全部回復し終わっているので、そのまま攻めましょう。行くか。さて、軍事の訓練、確か常用だったと思ったけれども、常用は選べないのか。ならば他のところ騎兵を上げてもらいましょう。どうするか。あっと、戦いましょうか。兵糧今限りがあるんでね、始めるぞ。一旦解散させましょう。任せよ。さて、敵の拠点まで来ました。もう倒した方が早いかな。これはかしこまった。かしこまりました。こんな感じで囲って倒しましょう。モノども、わしに続け。甲冑も使って、わしの本気を見せてやろう。
し負けたか。さてここをなんとか落としました。だがまだ終わりではないんですよね。まだ先がある。勸玄様は一旦解散。かしこまりました。慶応から兵数出して、あー出せないのか。霊陵からか。じゃあなんか結構微妙な武将がたくさん集まってる。勝ってまいりますぞ。そういうね、誰かよく分かってないね。武将も何人かいましたけど、うん、こうそもこれも一旦返しましょう。お任せください。おう。そして次はここから北の方のね、ここら辺制圧で。早速支度いたしまするぞ。孫策が巨匠を取った。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。孫策がものすごい猛威を振るってるけど大丈夫かこれで。こちらまだ抜け出せてなかった。うん、教師が仲間になった。いやでも微妙な武将しか仲間にならないな。義援がいるだけありがたいけれども、その他義援は高陵にいる。どこかで使いたいな。どこかじゃなくて今使おう。高陵から出せばね良いんだけど。師匠は待ってくれ、これ敵なんでこんなにいんの。大丈夫か。師匠全部滅ぼすの無理っぽいな。ガッポまで行ってからもう帰りましょう。甲冑がガッポへの攻撃を開始。じゃあそれが済むまでにね、この周囲の状況を見ておきましょう。かしこまりました。これ敵出てこないな。大丈夫か。あら出てこずに倒してしまった。なんだろう、兵糧なかったのか。でこれがどう動くか。攻めてこないんであればもう放っておいていいでしょう。これ上制圧したらもう帰ります。報告します。まあこれ甲冑はいる必要ないか。甲冑などいくつかの部隊を返す。甲冑運兵なんとか上陽まで戻ってきました。まずは名品何かあるか。陸東の写本、いや論語の方が効果高いな。あとはお酒、宝物、まあ陸東写本も買っておきましょう。というか全部買ってしまおう。金がなかった。こんな感じかな。さて人との関係性高めたい気もするんですが、その余裕はなさそうか。次どこ攻めるかですよね。今現在の状況はご覧の通り、袁紹と曹操がやり合ってくれているので、まあ、その間にこれ劉翔の方を倒すという手もあるんですけどね。それをやってしまってもなんかつまんないようなねいつものパターンなので、この蜀の方を取ってしまうというのは。だとしたらもう中に切り込んでいくという選択肢もありかなと思ってます。まあ、実際どのような方向に進むかは分かりませんが、で老子相当になる一つ手前は戦闘勝利回数10回と一騎打ちの勝利回数5回なので、まずこれ目指すか。異名に関してもちょこちょこと目を向けていきたいと思います。これは曹操と袁紹結んでるってことないよね。結んではないかといったところで、今回はこれにて終えたいと思います。この続きどうなるか興味ございましたら、チャンネル登録して次の配信連絡お待ちください。また評価の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。